僕がやってるバンドがこのアプリ導入して一円も増える気がしないんですけど、論破してもらっていいですか？えー、こうこうなってるから増えるんだよって。いい曲を載せてください。いい曲は Apple Music に載せてるんですけど。あ、そうなんです、ね。iTunes に載せてるんですけどって言われたらどうしますか？はいはい、いやそしたらそのあ Apple Music で買っているファンの方たちに対して、えー、どんどんアピールしててくださいって言いますね。はい、<laughs> このこのアプリは、はい、このアプリを導入したら増えるんですよね？ あののバンドワンのお小遣いは、はい、稼ぎはそう,そうですねファンの方たちにそのアプリをどんどん進めていっていただいて曲を買ってもらってくださいっていうことですなんでこのアプリ経由で買うと収益増えるんですか、はいまあ、売れる場所が広がるってことですよね別にそのアプリミュージックだけで売る必要はないと思うので売れる場所が広がっても売れる人数が変わらなかったら僕の収益変わらないと思うんですけどいやその同じ人数が倍買ってくれるってことになると思うんですけどあ iTunes で買った後にここでも買ってくれるってことですかです、はい、僕はそう思ってます なお、はい、倍ですよねだからはいわかりました、はい、ば倍,倍買うんですか<え>あ倍買っていただきたいですまあ、うん、応援するという意味も込めてますけどそう応援っていう意味ですねはいインディーズバンドだと<ー>やっぱそういう部分が結構多くなってきますのでファンのうちの50%はリピートしてくれると、はい、していただきたいですいやいただきたいんじゃなくて、はい、それが起きてるんですか市場であ市場でですか 市場でそれが CD 買った後に iTunes 買ってくれるとかっていうのが現状の市場でそのじゃあ CD 買った人の50%が iTunes でも買ってくれてますとかいうことが起きていればじゃあそれ1.5倍だよねって計算を成り立つと思うんですねなるほどそういうことですね、はい、で多分げ僕の肌感ですよ、はい、iTunes すら買ってくれないんですよだって Apple Music のサブスクで聴けるもんとか, <laughs> か、はい、サブスクで聴けるからそもそも iTunes も買ってくれない CD も買ってくれない人がほとんどだと思うんですよね、はい、でも,もう濃いファン はい、一部がリピートしてくれるってだけなんで、はいはい、なんか2倍とかっていうその、計算が全体的に甘い,甘いのか、はいその、やりたい、こうしたいっていうことと、現実行動ってことが全部ごっちゃになってるか、ちょっと分かんないんですけど、ちょっと今、言い過ぎた、そんな感じはありますよね。はいグッズ販売決済からです ってうのが、アップルとグーグルがやってることに、横からこう入って、アップル税、グーグル税をこっちに来いよっていうモデルなんですよ、簡単に言えば。ってことは、ユーザーからしてみたら、アップルとグーグルより使いやすくなきゃいけないんですよ。少なくとも、バンドマンだったら、アップルやグーグルよりこっちの方が使いやすいよねってアプリにしなきゃいけないんですよ。でも、このアプリ見ると、別にそうでもないんで、 なんかあの顔のいい株元さんみたいだね。確かに。いじめるなぁと思って聞いてるんだけどいや、それが悪いわけじゃないんだけど、すごい詰めるよね。<laughs> もっぺん言うけど、顔のいい株元さん。<laughs>